バイバイキン。みんなこんにちは。始まるよ。つむちゃんだよ。みんなからのチャンネル登録待てよ。みんなはパパやママに話しかけられたときちゃんとお返事できるかな。つむちゃんもお返事できるよね。つむちゃん、つむちゃん、あれ、バイキンマンとドキンちゃんはお返事をしてくれるかしら。バイキンマン、ドキンちゃん、お返事しないもん。もう、お返事しないと誰から電話がかかってくるか知ってるの？なんかかかってきたよ。あれ、電話出ないの？出てみるよ。やまびこだって。もしもし、私はやまびこ。山に住む妖怪じゃ。妖怪だって。なになに、君は返事をしないんだって。それはよくないな。最近は山に来る人が多くて、山の上からやっほーと私に向かって声をかけてくるんじゃ。怖いね。ちゃんと返事をしていると、山に来た人と仲良くなれたり、親切にしてもらえることもあるんじゃよ。君も返事をするといいことあるぞ。いいことあるって。じゃ、また電話するからな。もう電話切れちゃうの？バイバイ。やまびこさん怖くなかったね。お返事をするとみんなに親切にしてもらえたり、いいことが起きるんだって。みんなお返事はちゃんとしようね。つむちゃん、いいもので遊んでるな。俺様にも貸してくれよ。え、貸してくれないのか。貸してくれよ。じゃあ俺様取っていっちゃうぞ。え、バイバイキン。あ、バイキンマン、こら、待ちなさい。お友達に意地悪してたら、お兄さんから電話で怒られちゃうのよ。げげー。お兄さん、お兄からかかってきたぞ。もしもし、いけせんだ。また意地悪したんですか。俺様か、俺様のことか。この前、言うこと聞かない子は辛い鍋に入れて食べるぞって言いましたよね。ダメダメ、怖いね、怖いね。すぐ電話に変わってください。お兄さん怖いぞ。に意地悪しないよって約束できるお友達はグッドボタンを押してね。それじゃまたね。バイバーイ。